はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、玉ねぎを甘くしていく方法っていうところでご説明していきたいと思います。以前もね、動画でもね、同じような管理の仕方って形で、やってね、ご紹介したんですけれども、また別の角度からですね、これを使うと、このね、たった一つのものを使うと、しっかりとですね、甘くできる可能性が上がります。なので今日はね、そちらをご紹介していきたいと思います。この動画を見ることによって、玉ねぎですね、辛かったりね、甘かったりね、する玉ねぎがあると思いますけれども、なぜですね、甘くね、なるのかっていうところをですね、ちょっとね、ご説明しながら、実際に作業もしてやっていきたいなってね、思います。はい、それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではですね、早速説明していきたいと思いますけれども、結論から言ってしまいますと、カルシウムを葉っぱにかけて葉面散布ですね、をしてあげるっていうところになります。玉ねぎですね、食べてね、いただくと甘かったりね、ちょっと辛かったりね、することがあるかなと思います。カルシウムをかけることによって、甘さがね、引き立つというよりは辛さを抑えてくれる効果があったりします。カルシウムの効果としてはですね、茎とか葉っぱとかをね、強くしてくれたりするんですけれども、それをね、してあげることによって、辛み成分がね、ちょっとね、減るんですね。この、茎がね、強くなることで光合成もしやすくなりまして、辛みがですね、ちょっと抑えられるっていうね、あったりします。なので僕もね、経験的に、去年もね、葉面散布ですね、カルシウムの粉をこう購入して、それでスプレーとかですね、100均のスプレーとかを使って葉っぱにかけたんですけれども、比較的ね、甘くですね、美味しくいただくことができました。もちろんですね、品種によってもですね、長く長期的に保存できるのは比較的辛かったりすることがあるんですけれども、あとはね、極わせといいまして、早く取れるタイプですね、比較的ね、甘くね、なりやすい、みずみずしくてね、甘くなりやすかったりします。そういったね、ところがあります。ただ注意しないといけないのは、玉ねぎですね、カルシウム上げすぎてしまいますと葉っぱとかが硬くなってしまうので、収穫前だとですね、結構1ヶ月とか2ヶ月前だとちょっとあんまりね、よろしくないです。収穫する1週間から2週間ぐらい前にですね、1週間おきにちょっとね、そういう粉のカルシウムのね、液体をちょっと葉っぱに吹きかけてあげるようにすると良かったりしますので、皆さんもね、よければ参考にしてみてください。そしてね、ここ今ね、僕がね、玉ねぎ育てているところになりますけれども、じゃあマキさん、以前ですね、有機石灰をあげていたんですけれども、これカルシウムだからいいんじゃないかってね、思うかもしれません。確かにね、カルシウムですね、になりますので良かったりします。これはね、有機石灰の場合はベト病とかですね、サビ病とか、そういった、病気のね、予防にもね、つながっているのでかけたんですけれども、葉っぱですね、に、ね、収穫前にね、さらにかけてあげることによって、はい、そういったね、辛み成分を抑えて甘み成分をね、上げてくれるっていうね、効果があったりしますので、そういったところがね、違いが出てきます。なので、そうですね、収穫前に有機石灰をあげてしまうと、効果が出る前にね、もう収穫になってしまうので、葉面散布で液体ですね、をかけてあげることによって吸収が良くなって元気よく育っていきますので、そういった意味でも、カルシウムの葉面散布をしていただくっていう形でやるとね、いいのかなっていう、ところになります。ではですね、こちらが僕ね、ずいぶん前に購入した、これが葉面散布できるカルシウムになります。この商品ね、下の概要欄のリンク貼っておきますので、よければね、参考にしてみてください。はい、これをですね、だいたい後ろにもね、書いてあるんですけれども、800から1000リットルの水に、1キログラムなので、1リットルの水に対して1グラムですね、のお水をかけ入れて、このね、カルシウムのね、ものをですね、かけてあげると良かったりします。僕はね、これ100均で購入しました、ドレッシングボトルですね、こういったものにね、ちょっと入れて、簡単に出せるようにね、しています。ちょっとじゃあお試しでやってみましょうか。こちらがですね、100均で購入してきたボトルになりますけれども、こちらをですね、粉になっていますので、ちょっとかけてみたいと思います。こういう感じで、はい、ポロポロっと、はい、こんな感じですね。はい、こういう風にね、白くなります。これをしっかりと混ぜていきまして、葉っぱにかけていくというですね、そんなイメージになります。
あとはですね、葉っぱになかなかつきにくいよっていう場合はですね、こういう、粘着剤というですね、ダインというね、ものがあります。こういったねものも使っていくのも一ついいのかなってね思います。今回はこのままスプレーをかけてやっていきたいなってね思います。はい、こちらね、ありますけれどもスプレーですね、ちょっとねこうやって出して吹きかけていきます。簡単ですよね。そしてこれやるのは朝方ですね、やっていただくとしっかりとね、あの葉っぱからですね吸収しやすくなるかなっていうねところになります。まあでもね、夕方とかあの日中ですねで上げてもね全然問題ないですので、はい、こういうふうにですね全体的にかけてね上げて吸収させていくと甘くなりやすくなります。はい、じゃあ反対側からも上げていきたいと思います。これはもうね、極わせで、なりまして、あとね、2週間ぐらいですね、にしたら収穫になりますので、はい、こんな感じで、ね、吹きかけておくとよかったりします。あとは枯れ葉とかですね、ありましたら取るようにして、病気とかもね、蔓延しないように対策ですね、しておくのもね、一つ大切なポイントだったりもします。はい、ここでですね、ちょっとね、もっとお安くやっていきたいよっていうね、方もいらっしゃるかなと思います。そういった場合はですね、こういう有機肥料ですね、こういった有機肥料を使っていただくと、結構ね、同じような効果が出たりします。やり方としては、こういうペットボトルを、手のひら、一握り分ぐらいの有機石灰をね、このペットボトルに入れます。そして、お水を入れて、ていきまして、それで、ここの部分にしっかりとですね、お水を張って、2日ぐらいに置くんですね。そうしていきますと、上澄み液ですね、になりまして、例えばこのペットボトル、もう1本ペットボトルを用意したとしましたら、これね、500ml になりますので、50cc のこの上澄み液を入れて、そしてお水をさらに薄めて、100倍ですね、100倍に薄めてあげるとよかったりします。そうしますと、スプレーとかで、それでシュッシュッシュッとですね、玉ねぎの葉っぱにかけていただくと、同じような効果があったりしますので、はい、皆さんもね、そんな感じでやっていくのもいいのかなってね、思います。じゃあ実際にちょっとやってみたいと思います。はい、手のひらね、一握り分の有機石灰をこちらのペットボトルに入れていきます。はい、こんな感じでね、ペットボトルに入りました。では、ここにお水を入れていきます。はい、じゃあこちらね、お水入れていきますね。はい、見てみてください。こうしますと、このように白くですね、液体がなっているかなっていうのがね、わかります。これでだんだんと、しっかりとですね、有機石灰のカルシウム分とかですね、そういったものがお水に浸透していきますので、これでね、やっていきます。これ今ね、濁っていますけれども、時間置いていけば白いのから透明にね、ちょっとね、なってきます。その透明の上の部分の上澄み液ですね、を 50cc 入れて、水でね、450cc さらに入れて、薄めていくっていうね、形になります。そして、こちらが100均で購入しました。これをですね、このようにシュッ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 と圧をかけて、シューッとね、やっていけば、しっかりとですね、お水がスプレーとしてね、出ます。こういう風なものをですね、ペットボトルにこれね、はまりますので、使ってね、いただくといいのかなってね、思います。はい、いかがだったでしょうか。ね、こんな感じでですね、カルシウム葉っぱにかけてあげると、しっかりとですね、辛み成分が抜けて、甘くなりやすくなりやすいですので、よければね、試してみてください。はい、じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。